さん、こんにちは。ハワイのトリセツのアイナです。はい、今日私たちが向かっているのは日系のスーパーマーケット、ニジヤというスーパーマーケットです。で、このニジヤがですね、アラモアナショッピングセンターの中にリニューアルしてオープンしたので、今日は、ここに行ってみたいと思います。日本の食品などがね、売っているので、あまり説明などは必要ないかと思いますので、2人の生の声をそのまま、動画にしました。それでは中に入ってみましょう。以前もアラモアナショッピングセンターのすぐ近くにあったんですが、去年の12月にこちらにリニューアルオープンして、綺麗になって広くなりました。こんな感じです。ちょっと行こう。お野菜のコーナーです。日本で買えるものは何でお正月っぽいんじゃない。みかん葉っぱがついてると。お正月僕ねえけど、なんでだろう。なんかお餅の上に置くよね、お飾りの。と思いますよ。えのき。あとはしめじ。何見つけたの？これが安い。これで1ドル41。これは安い。これ松茸でしょ。松茸ですね。松茸は食べたことある？あるけど私あるのかな。香りだよね、松茸って。香り付けっていうか、食べたことあるけど記憶にないね。色素も付いています。すごいわこれ。これ見るとびっくりしちゃうわ。パウンドで100ドル、450グラム。しめじでいいよね。しめじとかえのきでいいよね。フルーツは、あ、干し柿が売ってる。干し柿。中国産。あ、USA。これ中国産なの？USA。あ、本当だ。USA だからインパクトでわかんないけど。このブラックガーリックって何？ブラックガーリックだって。こんなに流行らなかった。え、知らない。本当。あ、ちょっと欲しいのがあるわよ。あの私ほら、あ、そうよね。でもなんかすごい乾燥してる。なんかあの日本のはさ、ちょっとさ、こうスティッキーじゃない？あとここはねえ。大体日本で売っているものがちょっと高くなって売っているって感じですね。そうそう、これをね買ってちょっと置いといて。全部高級なの使ってるのね。スープだけで、そうなの。でもすっごい冷やし中華食べたくなったりするのね、たまに。そうするとなんか家にある麺で、このソース何の麺？中華麺？なんでも。あとね、そう、あとね、同僚の人に聞いたんだけど、このサンヌードルの混ぜ麺っていうのが美味しいんだ。どこ？簡単混ぜ麺。違うの、このシリーズ。このシリーズで混ぜ麺っていうのがね、美味しいんだって。でもないね、ここにはね。うちは今稲荷ブームで。そうなんだ。このさ、こっちのさ、お豆腐が大きいんだよね。みんなも食べちゃう。あとさ、硬くない？そうね。あの豆腐、アロマ豆腐でさ、全然ざるで買えるよ。前の。あ、そう。え、アロハ豆腐どこにあるの？
卵かけご飯売ってるよね。でも朝なくなるって言うけど今日はないね。そうか。カレーとか豚のものが、まあ大体いろんなものが揃いますよね。日本に帰ったらね、何？イカダコセット。あ、本当だ。私日本から買ってきてるんだよ、このさ。床作ってんの？作ろうと思って、去年の夏、入った時にこのほら買ってきてるの？簡単なさ、マジで。見て、こっちにもあるよ。熟成できてるけどやってないな。うちの旦那さん絶対ダメだなこの匂い。そうね、うん、アメリカの人はね。なんかニュースで見たけど、生姜ちょっと今だよね、マグロが安くなる、人気だけどマグロの値段が下がるって言ってたけど回っちゃったね。そうなの。いくらがこんなのあるよ。これさ、うん、一人で食べたい。39ドルだって。結構ね、いっぱい入ってる、ね、うん、揚げ底じゃない。超目玉って書いてあっちゃう。これさ、食べたい。ご飯と食べたい。これ何？オイスターだ、オイスター。買うの？悩む。わかる。でも味噌漬けとか最近は怖い。正月だから買っちゃえ。はい、お餅カレーなんてずっと食べてない。日本だとあれだけど、あのあんた猫がいるわよ。これ美味しい。日本でこんなしないと思うけど。うーん、あ、24ドル。黒蜜とか嬉しいね。落とさないでください。はい、水飴懐かしいね。今の子供たち知ってんのかな、水飴とか。知らないと思う。昭和のお菓子だよね。日本のものが欲しい時はここで買えます。シャンプー、シャンプーをわざわざこっちで使うと思う。何でもいいけどシャンプー。本当、私ね、日本のシャンプー使うの違うの？っていうかアメリカのシャンプーっていうか、アメリカのものを使ってアトピーに出ちゃったじゃない。そうか、そうか、うん、だからそう、なるべくなんか優しいもの。なるほどね。これ知ってる、チャパゲッティ。これね、あの韓国のスパゲッティっていうぐらいだから、ちょっとスパゲッティのゲッティのちょっとあのラーメンスパゲッティみたいなので、これね、はぁって思ったんだけど、癖になるの。なんか聞いて試してみて、うーんって思ったんだけど、癖に。焼きそばみたいな感じですけど違う。そうなんです。でもね、癖になるの。ちょっとスパゲッティの要素はあったの？あんまりないかな。昼を食べるからさ、例えばこれを買ってもさ、多分2つ。2つ食べんの？無理足りない。そんな食べたっけ？これ、あ、無理。ちょっとちっちゃいよ。そう、なんかこれ前買ったけど、まあ、微妙だった。買ってるね、分類。こんにゃくだ、これ。そう、なんかさ、ヘルシーになろうと思って、買って。知ってる？ヘルシーにしようとするとお金かかるよね。そう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 。おやつとたい焼きの冷凍、これ嬉しくない？これおやきじゃなくて今川焼きじゃん。おやきと今川焼き違う。え、おやきってさ、なんかほら、なんか丸くて中に野沢菜とか入ってるやつじゃなかったっけ。今川焼きは、ね、うん、そうだ、今川焼きはあんこが入ってるやつ。そうだ、悪くないよ。だってこんなに入ってて10ドルで。1個1ドルだもん。あ、そっか。これ、おやつに入ってる。いっぱい入ってるね。そう、これね、すごい。あ、すごいじゃん。これも10個だ。これいいじゃん。うん。
これ買って帰ったらうち怒られるな。これいいな。これこの辺よく買うね。あ、ちょっとこの今川焼き、うん、合ってる。今川焼き、今川焼きこのアイスすごいね。これね、うん、アメリカのお米はですねちょっと奮発していて、ニジヤのゴブ好き。ニジヤ、うん、ゴブ好きが高いの、うん、なんかちょっとあと玄米 100% って実は体に良くないって聞いて、なんかね、三分好きとか五分好きがいいんだって。これは玄米でしょ、ほら、三分好きでしょ、これ色が明るくなるんだ。そう、うちはね、これを買うかな、五分好き。これ買ってんの？あ、こっか、こんな高かったっけな、三十何分じゃなかったかな。でもさ、他になんか見つからないの、この何分好きっていうのが。あそこに行けばいいんじゃん。どこにあるの？ライスボックス。でもこういうのあるのかな？何でもいい。本当？玄米自分で精米してくれる。あ、そう。へえ。今度ここ YouTube やったらいいかしら？いいね。ハワイはお年玉のシステムがあんまり浸透してないから。そうね。助かるわね。助かるわね。助かるわね。これは食べれないからね、私たち。そうね。まだお餅たくさん売ってますね。次はお菓子のコーナーです。いろいろ売っています。ここはね、うまく買えば、安いものを見極めて、悪くないと思う、うん、いいものが売ってるよね。売ってるし、うん、他より安いものもあるよ実際。うん、人がいる。うんうんうん。そっか。全部が全部高いわけではないね。日本のお酒も売ってますね。すごいいっぱい売ってるね、ここ。ほら。もう売れてる、なんか。あ、このハワイの人よくもく大好きだよね。アメリカの人大好き。あ、でもさ、美味しいよね。美味しい。いつもやっぱね、これだよ一番。なんだかんだね、なんとかシガーってやつ、ね、これ変わらぬ美味しさよね、これね。安定、うん、もう普通に日本のお弁当が売っていますよ。コロッケなんかはさ、うん、そうだね、2つで4ドル49セント。唐揚げとか、カツ丼もあるよ。おせちがね、まだ売ってるよ、ほら。あ、本当だ、安くなってる。あ、本当だ、17ドル、10ドルぐらい安くなってる。わかる全然違う。わかる、美味しそうだよね。いっぱい入ってるよね。アジフライ、アジフライ売ってんの？アジフライって昭和の時、ちょっと子供の時よく食べなかった。アジフライはさ、よく定食屋でよくアジフライ食べた。そう、美味しくて、なんかおかずさんのよりお店の方が美味しい。まあね、よく私ここでこれ買って食べる。向こうにあった時に、うん、これ、そう、このなんかいろいろシーフードが乗ってるお寿司に、そうでね、そうね。お昼にね、誰一人の時ね、お昼がね。うちの旦那さんはね、マグロぐらいしか食べないのよ。だからさ、面白くないの、一緒に食べるのが。そう、卵は食べないじゃん。うん、大きい
うちの旦那さんさ、これがお餅だと思ってんの。あ、でもこっちの人はそうだと思うよ。そう、だから私がなんか白いお餅買って帰ってきて、喧嘩しそうになっちゃった。うちのこれがお餅だって言って、うちのお嬢がそう。本当？餅って言ってんじゃん、こっちって餅ってあるじゃん、餅って言うじゃん、餅って言うとこれのこと言って、同じ、あの白いお餅を正月で買ってったら、え？わからない、説明してくれって言われた。砂糖の薬があるの。私ね、花粉症なんだけど、花粉症の時に、あ、これ薬なんだ、ちょっと形違うな。ここで買う？日本の薬買う？やっぱり買って持ってくれ。そうだね、毎年ほとんど飲まず捨てる。賞味期限、にじやスーパーマーケットにはイートインスペースもあります。旅行中に日本食が食べたいなって思ったら、ここでちょっと買って食べてみるのもいいと思います。旅行に必要なものやお薬も売っているので、便利だと思います。本日も最後まで見ていただきありがとうございます。日本はまだまだ寒いと思います。お体に気をつけてくださいね。それではまた来週。